続きまして自然遺産もご紹介させていただきます。それは皆さんご存知の通りサイですね。サイは、ウジュクルンというところで今まで生きていて、守られています。そして、コモドアイランド、コモドと、コモドはインドネシアにしか、生きていない動物だとされ、政府に守られています。3番目はタウザンアイランド、あるいは千島。このところは北ジャカルタから、船に乗れば2時間ぐらいかかり、実は千島だといっても、島の数はただ400、およそ400ぐらいだとされ、バリと同じのようにすごく綺麗なところだと思います。あ、この写真はオラムタン。このオラムタンはスマトラ島の、熱帯森に生きています。はい、では、この発表は終わりで、この発表を終わる前にまた歌も歌われますし、そしてインダン踊りという伝統的な踊りも踊らせていただきます。ぜひ楽しくご覧ください。Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja puja bangsa. Di
発表を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。